はい、こんにちは。最近ね、品川行ったことあります？すごいですよね、工事が。ねえ、これからますます激しくなりそうなんですよね。大変化。ねえ、アンナミラーズがなくなって寂しいなところの話じゃないんですよね。今日はね、これはすごいなと思って、いろいろネットで見てみました。で、俺なりにちょっとまとめてみました。ただね、オフィスビルがどうのこうのとか、高級ホテルが来ますよとか言われても、俺にはちょっと縁があんまりなさそうなんで、その他のところを中心にっていうかな。そんな感じでちょっとまとめてみましたんで、ご覧いただきたいと思います。それでは、一番南の端の八ツ山橋踏切から始めましょうかね。ここはもう、ずいぶん昔から問題視されてた場所ですよね。朝なんか特にひどいですよね。それで、京急の品川駅がまた狭い。それで、乗り降りに時間がかかって、時には電車がこの踏切あたりで渋滞しちゃうんですよね。そのとばっちりがこの踏切の待ってる人に来て、大変な状況のようですね。都バスの運行の方も苦労されてて、路線をいろいろ工夫して変えたりとかも何度かやってるようですね。京急さんもね、なんとかならないかって随分工夫されたみたいなんだけど、やっぱり難しくて、最終的に大英断というか、高架にすることにしたんですよね。高架にするっつったって、ここだけ高架にするわけにいかなくて、新阪場駅、あそこまで高架ですよね。そっから、今、北品川駅は地上駅なんだけど、北品川駅も高架にしちゃって、それでこの踏切の上を渡っちゃえということにしたんですよね。だからここに限らないで大工事になっちゃうわけど、やるっていうことになったんですね。すごいですよね。それからですね、品川駅の高輪口側がですね、大変身するんですよね。で、さっきの京急さんの大変化の一部として、京急の狭い品川駅が JR の山手線地上ですよね、の隣に移るんですよ。移って広くなるんですよ。すごいですよね。そこまでやんのっていう感じなんだけど、これもまた大工事。それによって品川駅もまた随分使いやすくなるんですよね。それだけじゃなくて、また北口広場ができるんだそうです。それから京急の今の品川駅がなくなる関係で、それも含めて高輪口の駅ビルがですね、建て直されるんですよね。大変化ですよね。すごいですよね。これがね、京急電車の品川駅が地上に降りてくるっていう図なんですけどね。この八ツ山橋の上を通るじゃないですか。そこから地上に降りてくるこのスロープ。これがね、結構高低差があって、なんか鉄道マニアの人たちの間では結構話題になってるらしいですね。まあ、湘南モノレールには負けると思うけどな。湘南モノレール乗ったことあります？あの高低差。あれには負けるよな、きっとな。でも、結構子供が喜ぶかもしれないですね。これがですね、今の駅とこれから駅になる部分の写真ですね。こんなところに映るんですよね。これの右側に JR の線路がずらっとあって、一番左、一番京急側が山手線のプラットフォームなんですね。そしてですね、京急電車の駅が地上に降りてくることでどんないいことが起こるかというとですね、これがまた後で言う国道15号線、第一京浜国道ですね、の上にですね、広場ができるなんていう、またすごい計画との組み合わせになるんですけど、上が東西通路がですね、すごくスムーズになるんですよね。今だとね、あの国道を横断するのがね、結構人がたくさんいてて、信号が変わるとわーってみんな一斉に渡って大変なんと、それと周囲通路に上がるためのエスカレーター、人が多いんで結構並びますよね。
元気な人は階段を上り下りするんでしょうけど、荷物を持った人なんか大変ですよね。これがですね、一挙に解決しちゃうんですよね。すごいですよね。それでさっき北口広場ができるって言ったけど、ここなんですね。新しい駅ビルができるその隣にですね、後でまた言いますけど、環状4号線というのが JR の線路をまたぐんですけど、それに接続して広場ができるんですね。これでまた駅前の交通がスムーズになるんじゃないでしょうかね。そして駅ビルがどうなるかっていうと、こんな風に28階建てのビルが建つんですね。随分景色が変わると思いますね。それでは広場の話に移りましょう。第一京浜の上に広場ができるんですよね。これがまたすごいですよね。これで随分この界隈の様子が一変するんじゃないでしょうかね。ここにできるんですよね。結構広いでしょう。ね、品川グース前の桜坂のところから品川プリンスの方まで結構幅広いですよね。ここが全部デッキになって広い広場になるんですね。これで品川駅を乗り降りする人は全部道路を信号を待って渡るその必要はなくなっちゃうんですね。すごい話ですよね。これがですね、広場のイメージなんですよ。やっぱり結構広いですよね。これだけの広さがあれば、いろんなことができちゃいそうですよね。期待できそうですね。これは、南西の方から眺めた感じなんだけど、国道15号線第一京浜の、今、バス乗り場がパチンコ屋さんとか神社の前あたりにあって、道路上にバスが並ぶじゃないですか。あれがね、道路から引っ込んで、ちゃんとしたバスターミナルになるみたいですね。随分ここもスッキリするんじゃないでしょうかね。この図は北西の方から見た図ですね。で、これを見ると品川駅のところにもバス停がありますね。今はね、あの京急の駅の建物の横にやっぱり国道上にバス停があって、バスがずらっと並んで一車線バス停用に使われるような形になってるけど、ここもやっぱりバス停が道路から引っ込んでスムーズになるみたいですね。それから西側のバス停ですね。これはね、まあ今もあるんだけど、今だと桜坂の前の信号を渡るとか、歩道橋をね、渡るとかしないとたどり着けなくて、あんまり便利じゃないんだけど、広場ができることで、ここのバスターミナルにも行きやすくなりそうですね。それからですね、なんと桜坂のプリンス桜タワーの手前あたりがですね、どんなものかもう一つわかんないんだけど、次世代交通システムなんだろうな、きっと。なんかそれの U ターン場所なんだろうな、きっとな、になるみたいですね。ということで、あの桜坂は一般の自動車はもしかしたら通れなくなるのかもしれないな。単なる想像ですけどね。なんか桜坂の使われ方が随分変わりそうな、なんか、気がしますね。これこれ。いいでしょう。ねえ。ホテルのロビーじゃないですよ。バスターミナルですよ。ねえ。なんか、居心地が良さそうですね。バスが大幅に遅れても、なんか平気って感じ。でもなんか、いいですよね。いい感じですよね。そしてですね。品川駅を降りて、高輪側に出てきて、駅前広場を渡るとですね、なんかね、公園というか、緑豊かな地域に、出くわすっていうような、なんかそんな感じになりそうなんですよね。緑豊かな公園の中のあちこちに背の高いビルが建っている、そんな、なんていうかな、公園都市というか、なんかそんな場所になるんじゃないかと思いますね。結構いいんじゃないかな。こんな風にですね、品川駅と都営浅草線の高輪台の駅がですね、グランドプリンスのあの中庭を抜けてスイスイと行ける、そんな感じになるようですね。通勤通学なんかも庭園の中を抜けて歩いていけるっていうのも、なんかすごくいいじゃないですかね。まあただね、俺のお気に入りのあの中庭のひっそりとした感じは、
なくなるかもしれないな。ねえ、人通りが増えますからね。まあ仕方ないか。そして今あるグランドプリンスの庭園以外にもですね、なんと高輪税務署と国民生活センターがありますよね。あれが移転しちゃうんだそうです。でそこに公園が広がるんだそうです。ねえ、随分広くなりますよね。それから桜坂の北側に新しいビルが建つんだけど、その横にも公園ができて、さらには地元の人に人気の高輪公園にもですね、この環状第4号線って書いてあるけど、その下をくぐってですね、行ける道ができて、高輪公園にも行きやすくなるみたいですね。ほんと公園だらけというか、緑豊かな地帯になりますよね。今でもね、品川税務署と国民生活センターの裏には公園があるんだけど、地元の人以外は、え、あんなところに公園あんの?なんて言う人が多かったりするような目立たない公園なんですよね。それが、ザクロ坂まで、張り出してきて、随分広がるんですよね。それで、グランドプリンスの方の庭園と行き来できるようになるみたいですね。これは、俺に言わせると、画期的な話じゃないかと思ってるんですよね。すごくいいんじゃないかと思いますね。まあ、これだけを見ると、まあ、何気に、ああ、普通の公園だなっていう感じだけど、これがね、これからリニア新幹線も来て、ますます乗降客が増える品川駅からすぐのところにあるっていうのは、なかなかすごいんじゃないかと思いますね。ということでですね、品川駅から高輪側に出てきて、広場に出てきました。そっからの眺めですね。こんな感じですね。左のビルが品川グース跡に立つビルですね。日差しがね、大きいですね。これじゃあんまりよく見えないかな。から、右のビルが桜坂の北側にできる新しいビルですね。これの右奥の方に公園ができます。それで、その二つのビルの間を抜けて、公園中を抜けて、高輪台の方に行けるんですね。こんな感じですね。これがですね、品川グース跡に立つビルの桜坂際の絵なんです。随分歩道が広いですよね。それに道路に沿って交差点の方に向かって下り坂、これも広いし、それから新しくできる駅前広場の方に向かう道も結構ゆったりしてますよね。なんかすごいですよね。高輪一丁目の方から高輪の尾根伝いを走っている日本えのき通りだけど、歩道はね、あんまり広いとは言えないんだけど、この辺りのグランドプリンス新高輪とかパミールの横、結構歩道狭いですよね。そこを多分ね、西武さんが駐車場部分を削って譲ってくれるということになるんだろうけど、あそこ確か石積みになってて、それ崩すのはなんかもったいないような気はするんだけど、そこをセットバックして広い歩道になるんですね。ここもなんか随分ゆったりと歩ける場所になりそうですね。環状4号線っていうのがですね、グランドプリンス高輪の前を通って JR の上を横切って江南側の方に繋がるんですね。江南側の方はもう道路ができてます。この環状4号線っていうのはですね、その一部がプラチナ通りなんですよね。それと繋がることになります。この地図だと左上の外苑西通りって書いてあるのがプラチナ通りですね。庭園美術館の横。外苑西通りというよりも外苑西通りの支線っていうな感じかな。で、坂を下っていって、外苑西通りに出て、で、紀労だとか、南麻布の地中海通りって呼ばれてるところとか、青山通りの方のキラー通りの方に繋がってるわけですね。今、プラチナ通りは目黒通りとぶつかって、プラチナドンキのところで止まっちゃってますけど、それが品川の方まで繋がるわけですね。はて、品川ももっともっとおしゃれになるかな?なんて軽い話じゃなくて、目黒通りや桜田通りと品川の方が行き来しやすくなって、交通がすごくスムーズになりそうですね。結構便利になるんじゃないでしょうか。
こんな感じで、グランドプリンス高輪の前を横切っていくんですね。片側2車線、往復4車線だろうから、幅はだいぶ広がりそうですね。プラチナ通りみたいに、両側に並木があって、並木通りになれば素敵ですね。多分そうなるんじゃないかな。なってほしいですね。これが今のグランドプリンス高輪の前ですね。前の広場が広いけど、ちょっと削られたのかな。ここ、よく乗り立てる道路が浮かしてきますね。で、この先、下り坂になるのが、ここから結構高架橋になって、第一京浜と線路を渡るんですね。で、第一京浜の上を通る部分がどうもこの辺りみたいですね。真ん中の白い帯が環状4号のつもりで書いてみたんだけど、下手ですね。まあ、こんな感じ。JR の上を渡って江南側に来たイメージの絵はこんな感じだそうです。これがもう出来上がってる環状4号の江南側ですね。JR の線路に向かうまでは出来てるんですね。で、反対側の海岸通りに行ってぶつかって、左に行くと竹島とか汐留、右に行くと天王洲アイル、そっちの方に行くわけですね。そしてですね、環状4号線のちょうど真下を通るようにしてですね、東京メトロ南北線がですね、品川駅までやってくるんですね。今まで京急と乗り入れで都営浅草線は品川までやってきたんだけど、都営浅草線はだいぶ東の方ですよね。隅田川の方。南北線とか三田線はもっと西の方ですよね。そういう地下鉄が品川までやってくることになるんです。今、東京メトロ南北線とか、都営三田線は、白金高輪駅でですね、それぞれ半分ずつぐらいが折り返しになっちゃってるんですよね。両方が全部東急目黒線の方に行っちゃうと、目黒線電車でいっぱいになっちゃいますからね。で、その白金高輪の折り返しの部分を折り返さずに品川までつなげちゃう。そんなことだそうです。で、残念ながら、白金台のすぐ横を通るんだけど、白金台には止まらない。それ浅草線の高輪台の横を通るけど、高輪台で乗り換えられない。そんな感じで、どこにも止まらずに品川駅まで来るみたいですね。でも、これで随分人の流れも変わるんじゃないでしょうかね。さあ、最後に、高輪ゲートウェイの周辺の開発をさらっと見てみましょうかね。この辺りすごいですよね。建設ラッシュ。まだまだ続くみたいですね。高輪の尾根伝いの道、日本えのき通りの穏やかでのどかな雰囲気と比べると随分違いますよね。まあ昔からね、この第一京浜の国道のところは昔は砂浜で、その砂浜に土手を作って、その上を小さな蒸気機関車が新橋横浜間走ってたっていうことだから、昔も随分違ってたんだろうけど、これからも随分違うんでしょうね。新しい先端の街っていうことですね。今、この5つのビルが建設工事始まっているようですね。将来的には品川側にもう2つビルが建つらしいんですけど、今はこの5つ。すごい建設らしいだけど、着々と進んでるようですね。江南側というか芝浦側から見た5つのビルですね。壮観ですね。かっこいいですね。そのうちの小さな木の生えた変わった建物がありますけど、これは今文化創造棟と呼ばれていて、コンサートホールなんかもできるようですね。そしてそれぞれのビルは空中デッキというか、そういうので繋がっていて、簡単に行き来できるように考えられているようです。麓の方には草木も随分多く植えられてますね。これがですね、なんと、高輪ゲートウェイ駅の改札を出たあたりからの眺めのようです。こんなになるんですね。
まあこれまでは建設途中だから殺風景だったのは仕方がないんだけど、随分変わりようですね。なんだかワクワクするような、ねえ、すごいですよね。これも駅前広場の絵ですね。どちらも左の方がゲートウェイ駅の駅舎ですね。まあいつもいつもこんなに人が出てることはないんじゃないかななんて思ってるんだけど、ね、賑やかですね。特に左の方はなんかお店が出てますね。お祭りとかなんかもするんじゃないでしょうかね。なかなか楽しみな感じがしますね。これが文化創造棟なんだそうです。中にはコンサートホールだとか展示会場だとか、いろいろレストラン街とかが入るようですね。なんか外から見るとアニメの世界というか、ねえ、すごいですよね。非常にユニークな建物で面白そうですよね。早くできたらいいなと思ってます。見に行きたいですね。こんな風にですね、各ビルがデッキとかテラスで繋がってるんだそうです。なんかいい感じですよね。公園歩いてるみたいだしね。右下の絵なんですけど、ビルの屋上にですね、なんか半分外、半分屋内みたいな、そんな庭園が計画されてるようですね。なんか随分珍しいようですよ。早く見てみたいもんですね。この高輪ゲートウェイ駅周辺の近代的な建物雰囲気と、高輪の高台の静かで落ち着いた住宅地、だいぶ落差ありますよね。それの接点というか、木更津坂とか桜坂の元のところにですね、広場、辻広場というふうに、そういうものが作られてるんですね。なかなかいいアイデアじゃないでしょうかね。ちょっと一休みっていうところかな。泉岳寺駅なんですが、高輪ゲートウェイ側に都の再開発ビルが建つんですが、それと一緒に改造されるんじゃないかと思うんだけど、プラットフォームが倍の広さになるんですね。当然線路の移動工事なんかも、ね、伴うんだろうけど、随分ゆったりするんじゃないでしょうかね。そしてビルの開発だけじゃなくて、港南側というか芝浦側ですね、そっちの方へのアクセスも随分良くなりそうですね。まあ一つにはゲートウェイ駅の南側に歩道橋ができて、それから今あるお化けトンネル、これも整備されて広くなって使いやすくなるように計画されてるようですね。どうやらお化けトンネル、なんか親しみのある名前ですよね。頭をうなだれて歩かないといけなくて、なんだよこのトンネルはなんて言いながら、でもなんか愛着を持って見てるんじゃないでしょうかね。でもここもなんかどうやらもっと幅が広がって立派な通りになるみたいですね。そしたらお化けトンネルっていう名前も自然となくなっちゃうのかな。なんかちょっと寂しい気がするな。ということで芝浦中央公園も行く人が増えて、今でもなかなかいい公園だと思うんだけど、さらに整備されていい公園になるんでしょうね。で、そっからの景色、こんな感じになるんですね。なんだかダイナミックですね。都会の公園っていう感じですね。はい、お化けトンネルにやってきました。工事中で結構ぐちゃぐちゃしてますが、今から頭をうなだれてトンネルの中を通っています。このままなんですね。ちょっと見ていただいてありがとうございました。これからもぜひよろしくお願いします。